空飛ぶ団子格好団子は岩手県一の関市にある岩井川中流の渓谷、玄美系をロープによって横断する独特の団子販売方法である。販売元は玄美系渓谷に作られた茶屋、格好屋。名前の由来は天名の格好屋、創業者の千葉取吉がホトトギスのモノマネが得意であったこと、団子が空を格好するといろいろある。団子の種類は あん、団子、ごま団子、みたらし団子の3種類。刺してある団子の数は5つ。これはこの辺りが古くは国志村と呼ばれていたことに由来。茶屋、格好屋から対岸に設けられた休憩所に縄を張り、休憩所にある移動式の竹かごに必要分の金額のお金を入れ、備え付けの木槌で板を叩き、茶屋、格好屋から団子を販売する。この時の様子が、 空飛ぶ団子として知られ、名物となっている。四代目、千葉春夫は2020年生居し、現在は五代目の千葉洋介と四代目、春夫の弟である信吉ら店舗スタッフが団子を、販売。茶屋、格好屋には、赤い帽子にちゃんちゃんこを着た、初代創業者、千葉取吉を模した手製の木製像が置かれ、観光客を見守っている。創業は1878年。 創業者は、千葉鳥吉。初代創業者の千葉鳥吉が当時、茶屋で出していた団子を、対岸の観光客にも販売できるようにと考案した、ものである。千葉鳥吉は、格好町のモノマネが非常にうまく、茶屋に訪れる観光客へ聞かせ非常に喜ばれたという。1937年、官員の都と人新郎、千恵子被夫妻が、 玄美景を訪問した際に名物となった団子作りを実演して献上し、自慢の格好調のモノマネを披露したところ大変喜ばれ、ご少子と金一風を賜った。この時、渓流を眺められた場所をご覧上と称し、現在はその場所に記念碑が建てられている。名器は醤油団子であるが、同県で作られる醤油団子とは別物。ありがとうございます。